はい、11月18日1時からやるイクサランのシールドイベントですが、まだまだ人募集しております。そしてですね、追加イベントとして大気とパックウォーズができるっていうイベントがねあります。同じく1時から僕に声かけてくだされば一緒にやりますんで、で参加費は300円、300円でやります。そして勝った場合には、僕から出たパックから出たカードもお渡しします。ぜひご参加ください。そしてですね、ゴー君からも告知あります。どうぞ。はい、どうも。で5時から の, あのスタンダードのフリーイベントなんですけれども、商品まあささやかに用意するっていうことでまあいろいろ考えたんですが、ちょっと家にですねこうプレイマットが結構僕いろんなところでなんか買ってきたりとか、なんか結構衝動買いしちゃうこと多くて、結構気づいたらかなりの数のプレイマット溜まってるんで、まあ中古になっちゃうんですけど、まあこれでもし良ければちょっと商品として提供させてもらおうかなと思ってちょっと用意したんで、今日ちょっとそれを紹介したいと思います。一応3-0した方にまあなんか好きなプレイマットを選んで差し上げるような方式と、あとまあボーナスステージじゃないですけど、僕とこう対戦して勝ったらまああげるみたいな感じしようかなと思って、一応まあ家にあるマットですね、ちょっと1枚ずつ紹介したいと思います。ちなみに1個聞きたいことあるんですけど。何？お前に勝って 3-0 したやつは2枚もらえるってことでよろしいんですか？いいんじゃない、それで。あ、そうなんだ。いいんじゃない。まあ、このグランプリ京都ですね。あとグランプリ名古屋。まあ、これね、グランプリって書いてあるやつ、俺が出たやつとね、出てないやつがあるからね。神戸とか、これ出たやつだね。あと、まあ、BMO の竜宮城。そうだね。厳島神社ね。あ、これ、ちょっとあげたくないな。これ、俺気に入ってんだよな。あげろ。ゲームで。まあでも一応行っちゃったんで、これも一応商品として提供するんですが、まあ僕、まあ吉野もなんですけど、スタンダードイベント出るんで、これ僕が 3-0 したら一応防衛っていう形で僕普通に死守させてもらってもいいですか、ね、ちょっと待って、わかりづらくね。お前が 3-0 したら。3-0した、まあ 3-0 した人が、だからまあ俺が 3-0 して、まあ 3-0 多分下手したら2人とか出るかもしれないじゃん。ああ、でもまあ、それでも俺一応これ防衛させてください。俺もらおう、それ。それぐらいちょっとご勘弁ください。これちょっと王神様僕ちょっと気に入ってるんで。ちょっとこれご勘弁ください。あとはこのワールドマジックカップ、これもう出てないですね。ちょっと衝動買いしちゃったやつ。あとこれはまあゲームでですね、これはもういらないんで。え、同じじゃん、勝ちでいったらどっちか。いやいや、でもイラストがもう運命の差でしょ。そうなんだ。誰だよこいつ、まずそもそも。そいつ7点食らう人だよ。こいつ7点与える人なんです、ね、そうだね。与える方がいいでしょ。と最後が、あ、これも相当古いな。これやばいね。過去この家にある最古のプレイマット。最古のプレイマット。だから俺が一番最初のプレイマットをこれはもらったんだよね、なんかの商品で。だからこれ一番思い出深くて、そうだね、一番お前には思い出があるはずなのに、一番いらねえ。一番いらないね、これ。相当古いからね。なんならこれもう別に欲しいって人あげますよ。そう、これはもう欲しがる人結構 マニアだ。相当ボロボロだし、もうこれに関しては別に3-0したくても欲しいって言ってたらもう差し上げます。ということでね、スタンダードイベントもまだまだ募集しているので、希望の方はどしどしメールでいただけたらと思います。よろしくお願いします。俺入